どうも高井です。コスパ本の現実について話します。こっちはコストパフォーマンス重視で、こっちはパフォーマンス重視の本で、こっちは1800円の定価、こっちは4800円の定価。こちらの本と類似本を3冊買えばこっちに追いつくのかっていうと、そんなことはなくて、価格が高いなりに専門的に特化した知識がこっちに載ってる。だから私はコスパ本を3冊類似したものを買うよりかは、専門書1冊買った方が得だよって言いたい。ただこっちの方が本に載っている紙の中の文字の量で言ったら少ないよ。しかもこっちよりかはこっちの方が見やすかったりする。ただ他のジャンルでも言えるんだけど、こういう入門編、経済学の入門編の本でも、これはミクロ経済学、マクロ経済学っていうのが混ざってる。ちゃんと分けてはあるんだけどね。これミクロ経済学、マクロ経済学を単体で買うと1冊あたりおよそ3500円か4000円ぐらいする。だけどこれ1冊で6400円定価なんだけど、それぐらいの値段がする。こういう値段の高い本ほど著者はちゃんと力入れて書いてくれてるからこそ、私はこういう専門書系、まあ、入門だけど専門書系じゃん、高い本をね買って読むってことね、おすすめします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。